どうもこんにちは。マルチプレイマインクラフトの動画を載せるのは久しぶりです。はい、あれからもねマインクラフトはちょこちょこやってたんですけれども、なんかいろいろドタバタしていて、なかなか動画としてアップすることができませんでしたが、今回、海底神殿発見しました。で、この海底神殿を、マルチのメンバーたちと一緒にですね、一度、砂で埋めた後に水抜きをして海底神殿丸裸にしてしまおう計画を開始することにしました。それではご覧ください。はい、今回のミッション、海底神殿を水抜きして丸裸に、いきます。さーて、今回ね、参加してくれてるのは、グレタンさんと西くん、この二人か、ちょっと継承が3とくんじゃ、じゃあ二人とも西くんとグレタンくん、この二人が参加してくれてます。で、今ね砂も削れなくなってるのはあれっすよ、もう呪いにかかっちゃってます。呪いにかかって採掘速度低下、砂であってもこんなに崩せないっす。ただね、もうとりあえず溜めたものをね、落として埋めてくっていうだけなんで、で、ちょっとねやってみた感じではこんな感じで、さーてと、で、ちょっと向こう側に見えるあそこを崩しまくってですね、砂はたくさんゲットしてきました。で、この砂ブロックを落としてと、で、ひたすら埋めて、で、まあ、水抜き終わったところの砂をまた持ってきて、再利用しようという感じで進めてってるんですけれども、採掘速度低下って結構めんどくさいね。引っかかる。で、とりあえずね、びっくり。とりあえず、まあ、こうやって、土ブロックで、どっからどこを、埋めようかっていうのを、少しずつ枠を作りながら埋めてっておりますが、それでも砂の消費は激しいです。あれ？はい。向こう側もね、今西井君、まあ、彼が埋めてってくれております。よいしょ。ちょっとね、今同じサーバー内で別のところに遊びに行ってるメンバーがいるんで、サーバー重くなってるのかな、ちょっとラグっぽい。やっぱね、マルチだとね、ちょっと離れたところにいるメンバーが別のことやってるとサーバーにそれだけ負荷かかっちゃうんですよね。で、こっちは今ブロックをたくさん使うっていう、やはりサーバーに負荷かけることやってるんで、相当ラグかかってますね。このメンバーも手伝いに来てくれてやるな。まあ、とりあえず、おっと。やばい。ハートがない。一旦隠れて。あれ？食い物。今日海底神殿丸裸にすると面白いね。なかなか。これ全体像が出てくるのがすごい楽しみだわ。階段上に積み上げるの忘れてきた。まあ、とりあえずこんなところでいいか。よいしょ。はい、隣の部屋で子供がパパパパって言ってる声が今日は入っちゃってる。いいよね、たまにはこんなのも。ただ、思っていた以上にこれハードです。すごいきついです。全部海底神殿丸裸にするのにどれぐらい時間かかるんだろうこれ。1週間、10日間から1週間ぐらいで。
できればいいな。それかマジでみんな手伝ってくださいって。このマルチプレイサーバー、一緒にやるメンバーは常に募集しておりますので、この海底神殿丸裸プロジェクト、参加したい方はですね、気軽に、コメント欄とか、いろんなところから、いろんなところですね、コメント欄にマルチへの参加方法とか書いてるんで、気軽にですね、参加してください。参加条件は、Google プラスの方のコミュニティに参加してくれること、で、 できる限りスカイプとかにも参加してみんなとチャットして会話しながらやれる方ですね。そして PK しない、人のものを盗まない、人の建てた家とかを壊さないと、まあ、基本的なルールですね。それ守れる方であれば別に特に条件とかないので、あとサーバーに負荷かけるようなことはしないとかね、もうそんな本当に常識的なところですね。以前ね、ちょっと問題になったのは、前も一度動画で話したかもしれないですけれども、他の YouTuber の方、なぜかね、他人のサーバー荒らしてはいけないというテーマじゃないかなとは思うんだけど、荒らすとこういう嫌な思いをさせますよという動画の撮影のために、こちらのサーバーを荒らしに来たと。いやー、わけわかんない。他の人の建物からいろいろ物を盗んだり、畑荒らしたりって、それだったら自分のサーバーでマルチでやれよっていうのをね、なぜかこっちに来てやって、で、みんなに怒られたという方いましたけどね。彼は今何やってんだろう。あとはね、ここにもあったんですけど、他のメンバーがね、廃校を見つけた、じゃあ何人かで潜りに行こうって打ち合わせをしている最中に、はい、みんながやりやすいように先に行って、松明つけておきました。全然喜ばれないですから、そういうことやる人は。多分みんなのためとは、本人は思ってるかもしれないですけれども、他の人の楽しみを奪っちゃいけないです。とにかく一緒に楽しめる方を募集しておりますんで、もしやってみたいっていう方はですね、気軽にこの動画の概要欄とかご覧いただいて、マルチプレイ参加していただければと思います。あとね、頑張ってやっていきたいと思いますんで、ここ丸型風にできるのをお楽しみに。それではまた。